こんにちは、Fスタの丸山です。さあ今回なんですけれども、今ねさゆりっていうね、ホラー映画やってるんですけど、これをね見に行こうと思ってたんですよ。白石浩二監督 で原作はね押し切れんすけですね。これは見るしかねえなーと思ってたんですけど、あの膝を怪我しちゃいまして、はい、あんま動くなという感じで言われまして、ああじゃあちょっと映画館行くのしばらくダメだなというところで、もうさゆり見るつもりのテンションだったんで結構悔しくて、この悔しさどう解消しようかなといったところで、白石浩二監督がずっと続けてきたねホラーシリーズ怖すぎっていうねシリーズがあるんですけど、これをね、一気見しました。全10本、もうやけくそ、半ばやけくそでね10本見てまいりましたんで、これがね結構ね面白いシリーズだったというか、これがねシリーズ続くにつれてねメディアが変化していったことで手法もどんどん変化していってて、これが面白いなと、思ったシリーズだったので、これをね怖すぎの、レビューというか見どころであったり紹介っていう感じでネタバレなしで話していこうかなと思ってます。はい、そんな感じです。なんでこの怖すぎシリーズまた見たことないよって人はですね、これを見てこの動画を見てもらえればこう見どころどういうノリで見ればいいのかってところがわかると思いますし、もう見たよって人はねおさらい的なところにも、できると思うんで、まあ、そんなところでね最後まで見てもらえるとありがたいなと思っております。はい、そんな感じですね。それじゃあやっていきましょう。戦慄怪奇ファイル怖すぎっていうねシリーズはですね、白石浩二監督が実際にカメラを回してで脚本もやって演出もしているというねシリーズになってまして、白石浩二監督おなじみのフェイクドキュメンタリーホラーという風になっております。尺がね短い、これがすごい見やすいですね。長くても1時間半90分ぐらいで、まあ大体70分ぐらいの作品が多いというところで、めちゃくちゃ見やすいなという感じだし、ね、基本的にアマプラで全部見れますねっていうのもあって見たんですけど、はい、一番最新作の戦慄怪奇ワールドの怖すぎ、去年ありました作品ですね。これ以外は全部 Amazon プライム特典で見れるんで、これも、おすすめできるところ、一気見できるポイントでありますね。はい、1作目2012年にありましたね、口裂け女、捕獲作戦というねタイトルになっております。この作品からね、このシリーズがやっていく一本一本やっていく構成ってものはもうほぼほぼ決まってるかなというところですね。まず投稿映像があって、それの検証をしていって怪異と対峙してそれをどう対処するのかみたいな流れになっていく構成になってます。投稿映像で口裂け女が出てきて、それと対峙する何でしょう、視聴者じゃねえや素人というか投稿者の人たちの映像があるというところなんですけども、ここもねいきなりね結構うまいんですよね。うまいというかギミックをいろいろ使ってまして、これが面白いところ、まあこの何でしょうね、まあ毎作面白いところであるんですけど、まあ一作目なんでかなり予算は少なかったと思うんですけども、かなり面白いね見せ方を随所でしてますし、でやっぱね白石浩二監督独特の、展開というか、はい、結構斜め上の方向に行くんですよね展開が。今作は結構ねそこまで飛躍していかないというか、他のシリーズに比べると結構リアリティがある作品なんで、そういったところで結構地に足がついた、作品でもあるなというところであります。中盤にある、占い師というか、まあ何でしょう、呪術師みたいな人のところに行くんですけど、そこで起こる怪異ですね、演出というか、まあ、編集と撮影の、やり方ですね、これが本当にうまいなという感じでございますね。初期の怖すぎシリーズはここを起点にいろいろ絡めて、発展していくなというところで、やっぱり外せない一作目という感じでございます。次はですね2012年の震える幽霊ですね。こっからかなりそのシリーズ構成を作り出したかなっていう感じがあります。めちゃくちゃ話が広がっていきます。はい、こっからシリーズ7作目の劇場版までの、この構成みたいなところがもう考えられてて、それが本当にすごいなというところですね。あとこっからもスケール感ですね、白石監督のスケール感ってところがバシバシ出てくるようになっていきます。怖すぎシリーズのね、まあ、カッコつきのディレクターというところで入ってます工藤さんですね、アシスタントの市川さん、まあ、さっき言わせちゃったけど、はい、メインのキャラクターになってくるんですけど、工藤さんのキャラクターがねめちゃくちゃ立ってきます。こっからいきなりすげー立ってきますね。あの暴力的な強行取材、まあ強行取材はまあ一作目でもあったけど、こっからよりね顕著になってきますね。それがまた面白い、このシリーズ独特のポイントでありますというところ、かなり、物理で幽霊に挑んでいくと
というところ、このパワー系なところが面白いなと思ってるところですね。で、前作で手に入れたアイテムってところも、今作からねかなり活かされるようになっていくという感じだし、このその活かし方ですね、そのアイテムの設定自体がまず面白くて、使い方によって、すごい武器にもなるし、自分に被害を被ることもあるっていうね、このなんでしょうね、綱当たり的な武器っていうのが、めちゃくちゃ面白い設定でありました。はい、という感じで、こっからいよいよ怖すぎシリーズが始まっていくなという感じがあって、面白い作品ですね。はい、次はね3作目人食いカッパ伝説でございます。2013年の作品ですね。今作はカッパだと、完全に、妖怪ですね。はい、妖怪も行くんだみたいな感じがあって面白いんですけど、地域に昔から言い伝えとしてあるカッパの伝説っていうのを今作はすごい見せていくって感じになってまして、これがね結構日本の民族学みたいなねところが絡んでくるっていうのは、またね白石浩二監督らしいなと思ったりしてます。まあ、ある種バディーものみたいなところがありますね。農業をやってる、その地元住民の人と手を組んで戦っていくという流れになっていく感じがあって、これまた面白いというか、こっからねそのジャンルミックスみたいなところがちょくちょく入ってくるようになりまして、これがまた面白いところであります。カッパって思うじゃないですか、カッパそんな怖くなくないみたいなところ思うと思うんですよね。はい、僕もそんな感じで見てたんですけど、ちゃんと怖いですね。はい、ちゃんと怖いっていうか、まあジャンプスケア的なところがちゃんとびっくりします。まあカッパの造形みたいなところもなんか思ったより作り込まれてるんですよね。まあラストの展開ですよ、ラストのところ、これがマジでびっくり、あれあいつじゃんっつってね、えまさかの繋がってくるのみたいなところで、こっからあこれほんとちゃんとシリーズ繋げていくんだっていうところが、伺えてきて面白いところでありますね。続きまして4作目のね真相トイレの花子さんという作品でございます。2013年の作品ですね。僕はねこれがね結構好きです。結構好きというか 1,2 を争うぐらい好きですね。ギミックだらけというか、もうほんと工夫だらけでめちゃくちゃ面白いですね。まずこの4作目を見るために、こっから 1,2,3 と見てもらえればいいかなと思いますね。まあ今まで通りフェイクドキュメンタリーホラーっていうところはしっかりやりつつ、今作はですね、タイムループものっていうところになっていきますね。まあこのトイレの花子さんのね投稿映像もね、僕結構びっくりしちゃいましたね。うわーと思って、結構普通に声出ちゃいました。はい、っていうぐらい、ちゃんと作り込まれてますし、このシリーズお得意のね、若干チープな CG みたいなところ、これもね可愛がって僕は好きなんですけど、はい、そういったところもしっかり出てて、でもびっくりするっていう感じがあって面白いですね。廃校になった中学校にトイレの花子さんの噂があると、はい、それで卒業生たちが行って、映像を撮ってしまったというところで、検証というか、その呪いというかね、そういったものを解くために工藤たちと共にもう一回廃校に行くっていう流れなんですけど、その学校に入ると、タイムループが始まると、学校から抜け出せないというか、逃げようとして階段を降りてるじゃないですか。すると、階段に乗り込んだ階というか、永遠に階段が下にたどり着かないっていうね、そのタイムループっていうのを実写でやってんすよね。これがうまい。マジでカットの切り目が本当に分かんなくて、これが素晴らしいですね。タイムループものと言いつつも、疑似ワンカットでやってる作品でもあるというところ、これがね本当によく作ったなというね、ビデオシリーズというか DVD シリーズなんで莫大な予算は絶対ないと思うんですよ。その中でこれをやろうとしてるのはね本当にすごいですね。白石浩二監督の、熱意と構成力みたいなところがすごい出てるなと思います。この作品もね、クライマックスがまたすごい展開になっていくんですけど、はい、完全に予算に見合ってない展開になっていくんですけど、最後に行く場所っていうのと、あと花子さんの造形っていうところがめちゃくちゃ白石浩二だなって思うっていうね、これなんかどっかで見覚えあるなっていうのをね、思い出すっていう感じです。白石浩二ワールドめちゃめちゃ炸裂してるし、意欲作でもあるなというところで、本当に面白いですね。あと白石浩二作品に出てくる人の念仏がなんか大体一緒だなって結構この辺りで気づいて、網膜散漫だって大体言うんですよね。俺これ何なんだろう、みんな同じ流派なのかなみたいなのを思っちゃったりします。この念仏が出てくると思うと、お白石浩二だわってなるっていうね、またそのよみたいな感じがあって楽しめる作品ではありますね。次はですね劇場版になってます。新設ね四ツ谷怪談ということでね、今回はお岩さんですね。今回最初の回帰というか話の取っかかりみたいなところは、
かなり地味というか、一見地味なんですけど、そっからそう展開していくのかみたいな感じがあって、展開がまた楽しめる作品だし、あとね結構笑えます怪異の置き方もね、うわーって思いながらも、あれな、それでもよく考えたらなんか面白いなみたいな感じがあったりするっていうね。で、最初の怪異の映像とか、あの完全に狙ってんですよね。小ギャルが出てくるんですよね。めっちゃこの場にそぐわない小ギャルいるなみたいな感じで、めっちゃ面白いんですけど、で小ギャルに目をつられてると、その隣で怪異が起きてるっていう、えって思って、全然小ギャルに気取られてて分かんなかったわって感じがあって、これまた面白いですね。今作でね、また新しいね霊能力者の方が出てくるんですけど、また悪強いキャラ出てきたなっていうか、本当あの工藤に匹敵するぐらいね、暴力性というか結構喧嘩腰の人が出てくるという感じで、これはまた面白いですね。で、次の、劇場版っていうところの布石になっている作品であります。史上最強の劇場版というタイトルでございますね。で、今作はね、今までのシリーズが全部つながってくるというとんでもない展開になってます。そこつながんだみたいなね、あそこのが出てくんだ、出てきたぞみたいなね、すごいですこれそんなことすんだっていう感じがずっとあります。で、今作はね、そのアイドルを連れてったりとか、あとは物理学者とか、あと前作で出てきた、霊能力者の人とか連れてって、5人で行きますね。はい、これまた悪が強い5人で行くっていう感じだし、あとはね、もう冒頭の投稿映像の最初のセリフかな、はい、そこでもう示唆されてるんですよね、この後の展開っていうのが。まさにその通りなんです、僕たち男って感じがあって、楽しいです。はい、最後の展開も、もうエヴァじゃんほぼって感じ、ほとんどエヴァンゲリオンを見てる感覚に近い。巨人兵現るだっけ、あの庵野秀明がやった短編の作品があったと思うんですけど、あれですまあそれを想像してみてもらうのが多分早いと思いますね。次はですね、最終章というねタイトルが付けられた作品になってます。前回の、劇場版でですね、田代しかいないという状況になってます。カメラマンの田代が、ライブ配信ね、まあその当時あったユーストリームみたいな感じですね、ずっと配信してて、その配信をずっと見てる僕たちっていう設定なんですね。この時は2015年なんで、まあ当時ユーストリーム結構流行ってたんで、その当時流行ってるものをうまく取り入れてるなと思うし、あとね、すいません完全言い忘れてたんですけど、ちょっと前ぐらいからカメラ撮影がね、デジタルになるんですよ。その初期はそのミニ DV カメラっていうテープですね、テープに記録した映像が送られてきて、それをカチャッつってカメラを、テレビに直接つないでチェックしてるような描写があったんですけど、その当時のそのミニ DV の画質って今に比べるとかなり粗いんですよね。その粗さっていうのが怖い、そういうのがあったんですけど、カメラが撮影がデジタルになっていったことによって、またちょっと演出変えてるという感じ。まあ画質で怖がらせることは若干難しくなったんで、まあジャンプスケアをちょっと使ってみたりとか、あとはトリックですね、まあ走って逃げてるシーンとか、振り向いたら遠くにいる、で前向く、でもう一回振り向いたら思ったより近くにいるみたいな、そのテクニックで怖がらせるみたいなところが、このデジタルになってからは結構増えてるなと思っているところであります。で、今作は、配信をやってる体っていうところで、またね時代に合わせて演出を変えてるなって感じでございます。で、生配信してるっていうことは、つまり疑似ワンカットになってるんですよね。またこれ本当、白石浩二監督はね、この疑似ワンカットに対する熱量というか、毎回挑戦するなって感じがありますね。で、今回ですね、宇野昌平出てきます。はい、白石浩二作品よくね出てくる俳優さんですね。白石浩二監督の、前にあった作品、オカルトっていう作品ですね。これもフェイクドキュメンタリーホラーの作品なんですけど、これとつながってきます。まさかのね、白石浩二ユニバースがここで始まると、何その展開って感じが、もう序盤であって、これがめちゃくちゃ面白いですね。で、さらにね、場所とか時間もね、めちゃめちゃ飛びまくるんで、ある種マルチバース的作品です。時間も場所も飛ぶし、その場所での選択によってちょっと時系列変わっちゃうわみたいなところがあったりして、もうまさにマルチバースです、この作品はね。はい、ほとんどロキです。今作はね、ホラー
って感じはあんまりないですね。ないんですけど、かなり痛々しい、結構えぐい描写がいっぱいあります、はい。そういった感じの怖さってのがあるし、最後のねラストの展開とかマジでヒーローものですね。なんか梅津和夫感がねある展開になっていくというところでありますね、はい。これがねまた斜め上の展開で、楽しみますね。次がですね、一回仕切り直して、戦慄回帰ファイル超怖すぎというシリーズになっております、はい。で今回はこっくりさんですね、はい。ここでもう完全に仕切り直しっていうか、もうパラレルワールドですね、ほとんど、はい。もうなんか冒頭からいろいろなかったことになって、工藤と市川の喋、りから始まっていくという感じでございますね。この2015年の作品なんですけど、この超怖すぎシリーズどんな感じかというと、まあ暴力です。工藤のね暴力性ってところがねすげえ増してますね。怖いですね、本当に。狂気度が増してます。物理で心霊と戦うっていうのが、もっと増してますね、なのでもっと笑えるかな。特にねこのこっくりさんは、かなりコメディー色が強いかなと思いますね。廃校になった学校にこっくりさんを死に卒業生が忍び込むっていう、投稿映像なんですけど、廃校になった学校が花子さん、4作目の花子さんの学校ですね。完全にこの学校はなんかそういうね理由で廃校になったのかなって気しかしないですね。怪奇現象起きすぎですねこの学校はね、っていう見方もできるし、このロケ地自体白石監督は、明らかに狙ってね同じ場所を使ってると思うんで、本当にゼロからパラレルワールドで仕切り直してるんだなってのが分かるような作りなのかなっていう気がしてますね。で次が超怖すぎシリーズの2作目、暗黒祈願蛇女の会という作品でございます。でこれが2015年ですね。2015年3本出してんですね、すごいっすね。おそらくシリーズ最長の投稿映像ですね。30分ぐらいありますね。長いです、マジで長いからずっと安心できない。今まで僕はね工藤と市川が出てくると一回安心できるんですけど、その冒頭がずっと続くんでずっと緊張した状態なんで、だから結構ね今作は怖かったなという印象ですね。さらに今作はねまたジャンルミックスになってまして、フェイクドキュメンタリーホラーと恋愛ものっていうのを掛け合わせた作品になってますね。なんかミックスできんのかなって感じがするんですけど、これはミックスできてます、はい。投稿者が男性ですね、まあ、ニートの男の人なんですけど、まあ最初ね爆竹を爆発させようとしてて、ちょっと危ねえなこいつって感じがあるんですけど、川で、ある少女と出会いまして、でそっから、男がその少女に恋をして、どうやらその少女があまり家から出られない事情があるというのが分かっていきますという感じで、どうにかしてその子と近づきたいっていうのと、どうにかしてその子を助けたいっていうね、ところで、まあ、若干長いなとは思うんですけど、まあ、それをしっかり見ることによってその男にね感情移入できるような作りになってるかなと思います、はい。まあ、若干っていうかかなりストーカー気質なところがあるんでちょっと怖いというか、それでも感情移入させるためにこの尺がちゃんと用意されてんだなっていう感じがありましたね。ちゃんと怖いけどちゃんとハッピーエンドなんですよね。まあおもれっていうか、こんなの見たことないなっていう感じの作品になってます、ちゃんとね。で最新作戦慄回帰ワールド怖すぎですね、これが去年の作品になってます。で8年ぶりですか、相当空いてやっと新作が出たという感じですね。まずもう冒頭の投稿映像ってとこなんですけど、3人組の TikToker が出てくる、でさらに迷惑系 YouTuber みたいなことをやってるって感じで、すごい今時だなと思うところですね。で撮影も iPhone になってるって感じで、現代的にアップデートしていってるという感じでございます。冒頭の投稿映像のギミックも今まで白石浩二がやってきた、ギミックをいろいろ入れてますし、で新しいこともやってるしって感じで面白いですね。まあ8年ぶりってところがあって、すごい老けてますね、市川と工藤さん老けたし、あと工藤さんがプロデューサーになってて市川さんがディレクターになってるという感じっていうか、またここでそもそも設定が全部ガラッと変わってます。市川と工藤がそんな、まあ、何回か仕事したことあるぐらいのテンション感になってるっていうのと、工藤さんが結構弱くなってんですよね。昔はやんちゃというかパワハラ気質だったところがあったっぽいんですけど、それは単純に衰えてるってところがあったり、で市川さんがめちゃくちゃその体術が強くなってる
工藤さんのパンチを避けて腹に一発入れるみたいなね、はい、めちゃくちゃ動ける人になってたりとかっていう感じで、また改めてシリーズ始めてるっていう感じですね。今作は4作目の花子さん、それは当時よりも増えた予算で、さらにパワーアップしてやったのが今作っていう感じですね。これが本当に挑戦的で面白い。花子さんの時にあった疑似ワンカットっていうところもすげー進化してますね。カットのつなぎ目がわからないようにジャンプする方法っていうのが、すごい多彩になってますね。パターンが増えてます。それが面白いですし、廊下をずっと抜けられないみたいなところがあって、ほとんどチェーンソーマンみたいなね展開もあったりしますし、脳内フラッシュバックみたいなね、 TikToker 3人のトラウマがこうフラッシュバックするシーンがあるんですけど、それもね見せ方が面白いんですよね。普通フラッシュバックってその過去の映像がふわっとこう脳内に流れ込んできて、それをキャラクターが見てるみたいな絵にすると思うんですけど、それをやんなくて全然違うめちゃくちゃ省エネなやり方でやってるんですけど、それでいてすごい効果的なね、やり方になってて、これが新鮮で面白かったですね。でさらにそのまためちゃくちゃ濃いキャラクターが出てきます。濃いんだけど今までの白石浩二作品とちょっと違う感じがありますね。これが面白くていいキャラだねって感じ、はい、これはぜひ見て確認してほしいところなんですけど、ずっとひょうひょうとしててで最強みたいな、まあ、簡単に言っちゃうと五条悟みたいなね、あの感じのひょうひょうとした魅力的なキャラクターが出てきます。これはぜひ注目してほしいところですね。そことそこが組んで戦うんだっていう展開、これは熱かったですね。熱いしなんか妙な絵面になるっていうね、終盤展開めちゃくちゃ面白かったと思いますし、まあ真の黒幕が出てくるんですけど、それもまさかの人物なんですけど、そういうのもあったりで、工藤が弱体化してたりとか市川が強くなってたりっていうところで、まあ現代的なところも結構あるなと思って、はい、そういうね設定のところでも結構現代的だなと思ったりするし、あとその工藤が対峙する人物っていうのが、これまたその怖すぎシリーズっていうのを一回ね俯瞰して考えた時に、やっぱあれはちょっとねやりすぎだったなみたいな、そういうねその過去のその怖すぎシリーズと対峙するみたいな感じになってて、白石浩二監督がこう懺悔してるように見える、そういう展開になってきます。これがまた面白いというか、今までこういうテーマ性みたいなところってあんま持たせてなかったんですよね。今を切り取った作品っていうところもあるし、そのテーマメッセージというかそういうところも、すごいしっかり盛り込まれてるんで、あこの人めちゃくちゃ上手くなってるなと思って楽しめました。最終作は花子さんすごい好きなんですけど、それをよりアップデートさせたね、この一番新しい作品、戦慄怪奇ワールド怖すぎ、これが一番好きですね。はい、いやすごい作品でしたねこれね、っていう感じでございます。いかがでしたかね。ドラマシリーズ的なつながりがしっかりある作品なんで、まあ一から見てった方がこの演出が若干変わってってるところとかも楽しめると思うんで、一から見てくるのがおすすめかなと思います。まあそれ以外で言うと超怖すぎ、新しく仕切り直したところから見るっていうのもありだし、まあ最悪一番新しいやつだけ見てもらってもいいかなと思ったりしてます。さゆり見た人どうでしたかね。さゆりの感想とかももらえたら嬉しいです。はい、怖すぎ見たことあるよって人はね、なんかこれが面白かったみたいなところも、コメントもらえるとありがたいなというところでございます。よければね高評価とチャンネル登録も、よろしくお願いいたします。で概要欄の方にですねいろいろ貼ってありますんで、そっちのチェックもよろしくお願いいたします。はい、それじゃあまた。